音羽信子、1924年10月1日から1994年12月22日は、日本の女優。愛称は、おか鳥取県西白郡与那子町西倉吉町に生まれる。父の家に引き取られ、大阪で育つ。間もなく、万重屋の幼女となり、神戸市に移る。小学校の時から、日本舞踊を習い、また、養父の姉に連れられて、 宝塚歌劇を見に行くうち、憧れるようになる。1937年、宝塚音楽歌劇学校に入学。宝塚歌劇団27期生。同期生に、小シジフブ月球夢め東郷春子、王子参戦所、浦島千歌子、ルリとよみらがいる。この芸名は、養母が信仰する、信仰宗教の教師が命名した。 宝塚入団時の成績は93人中49位。1939年の公演、宝塚花物語で、同期生たちと共に、初舞台を踏む。なお、この時代は同期でも初舞台演目はそれぞれ異なった。戦後、再開された公演で、トップ娘役を務める。淡島千景と人気を二分し、戦後の宝塚歌劇団、第一級黄金時代を支えた。 1950年、娘役に限界を感じ始め、小畜入りした淡島に習うように、うげつ物語、キューバ、人魚姫を最後に、宝塚歌劇団を退団。退団後、大英に入社する。大英は、宝塚時代から人気のあったエクボに、100万ドルのエクボというキャッチフレーズをつけて、順調型のスターとして売り出す。デビュー作は、同年の新道金と脚本。 木村敬吾監督の乙女ごぼ本で上原健と共演した。その後、何作かに出演した後、1951年の新道兼との第1回監督作品愛妻物語で夫を陰で支える妻を演じ、映画界でもスターの地位を手に入れる。原爆の子での音は1952年、近代映画協会を設立していた神道の第1回自主制作映画、 原爆の子に、大英の反対を押し切って出演する。これを機に、大英を退社し、近代映画協会の導人となる。以後、近代映画協会が制作する映画に立て続けに出演する中で、それまでの宝塚歌劇団出身、お嬢様女優、100万ドルのエクボ、青春派のイメージから180度転換し強烈な、リアリズムあふれた演技を見せ、 日本映画史にその名を残すこととなる。それを象徴する作品で代表作となったのが1960年の裸の島である。セリフが一切なく登場人物も狭い島で働く夫婦だけという実験的な映画であったが、そのリアリティ溢れる場面は大好評となり、第2回モスクワ国際映画祭でグランプリを受賞するなど世界的に高い評価を受ける。 1971年放送のキモッタマカーさん第3シリーズでは当時47歳で白むく姿を披露している。以降、石福子プロデュース作品の常連となる。1978年、新道と結婚。結婚後、最初の作品となった考察で1979年、ベネツィア国際映画祭イタリア映画ジャーナリスト選出。 最優秀女優賞を受賞する。1983年、驚異的な視聴率を記録した NHK の連続テレビ小説、おしんに出演。主人公、おしんの晩年期を演じ、主演もこなせる女優であることを改めて知らしめ、国内外において新たなファンを獲得した。また、1987年から1992年にかけて、 日本テレビ放送網の火曜、サスペンス劇場で水谷豊主演の浅見光彦ミステリーとその続編である朝比奈周平ミステリーで水谷の母親役を演じた。1994年12月22日午前、肝臓癌による肝硬変で死去。去年70。墓は京都市にあるが、遺骨の半分は代表作。 裸の島を撮影した広島県三原市の宿根島に散骨された。没後、2014年、古巣、宝塚歌劇団、創立100周年記念で創設された、宝塚歌劇の伝道の最初の100人の一人として、伝道入りを果たした。愛称は、おかじで、これは、本名の、家事をもじったもの。1950年に、東方で、 佐々木小次郎の映画化が決定したとき、うさぎねは、山根久子、奈美は、高峰秀子と決まったが、万の配役がどうしても決まらなかった。監督の稲垣博士は、宝塚乙女の中から宮城の由美子と乙女の二人を候補に挙げたが、両者とも宝塚で重要なスターであったため、東方がいくら、宝塚歌劇団と関連会社であっても、簡単にまとまる話ではなかった。そのうち、 宝塚から、音羽の方が可能性があるから本人に会ってくれと、通知があり、稲垣は音羽に面会に行き、音羽は、稲垣とは、初対面だというのに取りすましたところもなく、笑顔で、映画に出る自信はありませんが、どうぞよろしく。これから本をよく読ませていただいてと終始愛想が、よかったので、稲垣も腹を決め、宣伝部も、台本を持った、音羽の写真などを撮った。キロに、 知り合いの通信記者から、お家事はどうでしたと話しかけられたので、決まりそうだと答えると、そんなはずはない。彼女は大英へ行くことに決まっている。契約も済んだはずですと言われ、これには稲垣も大慌てとなった。間もなく音羽の大英入りは新聞に大きく報道され、大英は100万ドルのエクボを売り文句に映画界に新しい花を咲かせたが、こういうケースは、 映画界ではよくあることなので、稲垣としては大きなショックはなかったという。稲垣はその7年後の1957年の東宝映画、大ぶさんより、女体は悲しくで音はと再会したが、どうも、その説は、と、100万ドルのエクボに変わりはなかったという。稲垣は音はについて、映画、テレビ、舞台と、意欲的な彼女の仕事ぶりを眺めていると、 その芸は教えられて覚えたものではなく、体で覚えたのだということが感じられる。最年少で宝塚に入ったのも、単なる少女の憧れではなく、女優としての天文を備え持っていたからであろうと語っている。1990年実施の第39回衆議院議員総選挙では、森村誠一や丸木正臣、花澤徳恵らと共に、日本共産党への支持を表明している。 新道とは夫婦であっても、音羽は,は先生と呼び、また新道は音羽くんと呼び合っていた。原爆の子に出演した頃に恋仲になった時、新道にはすでに妻がおり、忍ぶ間柄であった。しかし、新道の前妻が亡くなった後の1978年に結ばれた二人を前妻の子は祝福し迎えている。いきなり子供たちができましたと、音羽は喜んでいた。 新道の監督作品へは、午後の遺言状まで全作出演しているが、新道以外との仕事も多くこなし、テレビ、舞台と幅広く活躍。恩和な母親役から凄みを感じさせる、殺人者役まで全悪高難こなせる貴重な名脇役として人気を博した。遺作である午後の遺言状の撮影では、新道は作品が、 音羽の遺作になるという覚悟の上で制作に臨み、メガホンを取ったという。音羽自身も残された時間を知った上で出演したと言われている。1947年、ファインロマンスより、右から5番目が音羽。左隣は、春日ガの八千代。映画、おゆう様での音羽。愛妻物語左は、宇野十吉。原爆の子、あたか家の人々右は、船越英二。 夜明け前、銀神中左は、長戸博之。ありがとうございます。